こんにちは、TCB 院長の高柳ゆい子です。今回は目頭切開が適応の人、適応ではない人の違いを解説させていただきます。まず目頭切開とは、モポヒダという目頭の部分にある皮膚の張り出しを切除することで目を大きく見せる施術のことです。目頭切開の方法にもたくさんあって、大きく分けると2つ方法があります。1つ目は直接皮膚を切り取る方法で、三日月法や W 法などが有名です。こちらは単純に目頭の皮膚を切り取っていきます。2つ目は皮膚を取り除かない方法で、 Z 法が有名です。 Z 法は皮膚を切り取らずにパズルのように入れ替えることで毛孔ひだを解除していきます。TCB ではこの Z 法をおすすめしていて、皮膚を切り取る施術に比べて傷跡が残りにくく、皮膚の位置を入れ替えているだけなので、元に戻したいとなった時に戻しやすいのが特徴です。気になるダウンタイムとしては、施術後から最初の1週間は目頭に糸がついた状態になります。その糸はだいたい1週間後に抜歯となります。抜歯後のお傷は最初は赤みがありますが、メイクで隠せる程度のもので、徐々にお肌の色に馴染んでいきます。目頭切開は目元の施術の中でも腫れにくい施術で、 TCB では髪の毛よりも細い透明な糸を使用しているので、糸がついている最初の1週間も目立ちにくく、お仕事のお忙しい方やお休みが取れない方にもおすすめです。目頭切開が適応となる方の特徴としては、毛孔ひだが張っていて目が小さく見える方、離れ目の方に特におすすめです。毛孔ひだがあるときつい印象に見えてしまったり、目が小さく見えてしまいますが、毛孔ひだを解除することで華やかで大きな目になります。また目頭を切開すると目と目の距離が短く見えるので、離れ目の方の場合はお顔のバランスも良くなります。お顔の黄金比といって、一般的に誰もが美しいと感じるお顔の条件があります。目の大きさと目と目の距離と反対の目の大きさが1対1対1が美しいと言われています。これを基準として患者様のご希望を伺いながらデザインしております。逆に目頭切開が向いてない方の特徴としては、もともと寄り目がちな方が挙げられます。寄り目がちな方に目頭切開をすると、さらに目と目の距離が短くなって、お顔のバランスも悪く見えてしまいます。先ほど目頭切開の適応となる方の特徴でもお話しした通り、目頭切開の最大のメリットは、手軽に目元を華やかな印象にできることで、目の横幅を大きく見せたい方だけではなく、二重のラインを平行にしたい方や、二重の埋没法だけでは満足できなかった方にも特におすすめです。なので同時に施術することでデザインの調整もしやすくなりますし、ダウンタイムも一度に済むので、目元の複合施術は患者様にとても人気があります。目頭切開は施術時間も20分程度で、ダウンタイムも短いものです。目頭切開や二重の埋没法など、お目元の複合施術をすると腫れがひどくなるんではないかと思われる方多いんですが、全然そんなこともなくて、腫れも最小限に抑えられます。なので、初めての方でもお気軽に、お目元を華やかな印象にできるので、気になる方はぜひカウンセリングにお越しください。ということで今回は、目頭切開が適応の人と適応ではない人の違いについてお話しさせていただきました。少しでも皆様の参考になれたらと思いますし、他にもご質問がございましたら、随時コメントで受け付けておりますので、コメントよろしくお願いします。この動画が良かったなと思った方は、グッドボタン、チャンネル登録と、インスタグラムと TikTok も随時更新しておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。